これがうまさのもとで、食感を肉に近づけてください。水分全部飛んでますね。はいどうも、35歳独身中卒です。そういうことですね。今回は私がですね、実際なんですけど、本当家に何もなくてたまたま余ってたこの2つでやったっていうですね、レシピがありまして、それがあの虚無肉じゃが、虚無状態です。今回そんな虚無状態の私が作る、喉も先駆けしておりますけども、材料2つで作るですね、虚無肉じゃが、これを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はですね、もう超簡単です。魚肉ソーセージ、魚肉ソーセージも肉ですからね。じゃがいも2個です。剥いた状態で 250g から 300g ぐらいの、2つで 300g ぐらいのものでいいと思います。これは今回ちょっと皮を剥きます。調味料が概要欄に書いてあります。ということでですね、虚無肉じゃがを作ってくれて何が大切かというとですね、カロリーメイトです。はい、ということでやっていきます。じゃがいもをね、皮剥きます。基本的にね、あの新じゃがとかだったら剥かないでいいんですけども、心配なかったら剥いた方がいいです。あの特にあの皮がちょっと緑色になってるやつは中毒になる可能性があるんで、剥いた方がいいです。セオリー通りにちょっと剥いていきます。剥いていく。今回のじゃがいもは芽が出てないんでね、あの大丈夫なんですけども、皆さん芽取ってくださいね。安い時期にやるとじゃがいもなんて1個数十円で買えますんで、100円ちょいでこれ2人分ぐらい作れちゃうんで、まあこんな感じで、ね、と一口大ぐらいな感じになってます。これもうこんな感じです。魚肉ソーセージ今度剥いていきます。できることならずっとこれでやりたい。俺あのテンションも疲れんだよね。こうやって斜めに切ってできるだけ薄くやった方がいい。薄くの方がねボリュームが出ますからね。ずっと斜めに幅広にお肉みたいに切っていく。レシピを公開する前に必ず試作してレシピ作ってからこの撮影に挑むんですけど、このレシピ作ってるのはねこの状態ですから、ね、いつもと同じなんで割とやりやすいです。できることならテレビもこの状態でデザインだよ。切り終わりました。じゃあこれはもうフライパン1個で作っちゃうので、まずごま油小さじ2から、まあ大さじ1ぐらい、ここすごい重要です。こうやってね、まず魚肉ソーセージだけ炒める。あの魚肉ソーセージってまあほとんどね成分的にはかまぼこっぽいような成分なんで、お世辞にも肉とは言えないんですよ。なんだけどこれにね焼き目をつけて水分を飛ばしていくことによって、食感 と、感覚が非常に、食べた時の感じが非常に肉に似るんですよね。ここが虚無ポイントです。この虚無レシピっていうのは何も材料ないんだけど、調味料と余った食材だけでどれぐらいうまいのができるかなっていう実験的な料理なんで、こういう手法は意外と登場します。ごま油の香りをこの魚肉ソーセージに移す、焦げ目をつけて香ばしさを出すことによって非常に美味しい虚無肉じゃがになります。これで両面に焼き目つけてください。これがうまさのもとです。これをやるとやらないとではうまさが全く違います。水分を飛ばして食感を肉に近づけてください。今強火でやりました。でここにじゃがいも入れちゃいます。ちょっと油と肉と絡ませていきます。一人っていうのは味ももちろん大切なんですけど、何が大切かって言ったらやっぱり生活で使えるかどうかがすごく大事なんですよ。なんでかっていうと、趣味で料理してする方ももちろん多いと思うんですけど、基本的に食べることって生きることなんで、生活にあの使えるかどうかっていうのも非常に重要なんですよ。なんで賞味期限の短いお肉を使うより、こういう賞味期限の長い魚肉ソーセージとかっていうのを使うことによって、外に買いに行く時間がないなっていう時にも、じゃがいもも保存期間長いのでね、こういう風に生活に役に立つ料理が作ることができます。味付けと料理法で美味しくするやり方なので、虚無シリーズは。でここ今ちょっと火止めてますけども、調味料入れていきます。調味料、お醤油大さじ1杯、白だしね、僕は 100ml あたり塩分 10g のものを使ってます。お酒大さじ2、醤油は味付け、白だしはもう本当にうまみ漬けですね。うまみと味付けですね。はい、砂糖大さじ半分、大体 100cc ぐらいですね。はい、この半分ぐらい浸かるこの調味液です。沸かしていきます。
少ないお水でね煮た方が味がキュッと中に入り込むっていう僕なりの理論がありますので、煮込みの時間は沸騰して蓋を閉めて15分から20分ですね。僕が言いたいのは華やかなだけが料理ではないっていうことですね。料理がうまいっていうのはどういうことかっていうと、手間のかかる技術で作るやり方っていうのももちろん料理がうまい下手っていうふうになるんですけども、一般的に人間が求められるスキルっていうところで言うと、余ってる食材でどんだけ美味しいものが作れるかっていうところなんですよね。今あるものでどれだけ美味しくするかっていう技術は非常に生活力に直結してくるんで、意外といった方が僕はいいかなっていうふうに思います。だから料理研究家っていう職業がいるんですね。沸いたら蓋して、弱火ポコポコいってる状態で弱火にして15分から20分、水分が、かなり飛んでいくまで煮ていきます。ということで15分経ちました。じゃあ開けてみましょう。こんな感じになってます。途中ねこうやってひっくり返していくと味全体絡んでいきますんで、まあでも今見ると分かると思いますけど水分全部飛んでますね。あればこれ、まあ、虚無ですからなくてもいいです。虚無じゃ。それでは独身一人飯が完成しましたので食べていきたいと思います。いただきます。このままでもいいんですけども、からしあったら用意してください。じゃがいもめちゃくちゃ味しってます。肉じゃがの材料で一番重要なのはやっぱり動物性タンパク質とじゃがいもだったんだなっていうふうに思いますね。そして魚肉ソーセージすっごい合いますねこれね。ちょっとからし絞ってみます。これからしが入ることによって非常にピリッとしてお酒にも合うような感じになりますね。いただきます。うめえ。魚肉ソーセージいいですね。結構香ばしくて肉感もするんだよね。こういう感じになるんだ。あとちょっとからしつけるとまた、ああ合う。魚肉ソーセージはね、あること多いから。あと賞味期限長い、あれずっと冷蔵庫に忍ばせてあるもんね。万能っすね。もしあれだったらラー油垂らしてもいいし。じゃあやる。ということで皆さん、虚無肉じゃがどうでしたでしょうか。材料と作り方はシンプルながらも必要最低限の材料で作れるこの肉じゃが、非常におすすめでございます。良い独身ライフを、過ごしていただければ、もちろん独身じゃないリア充の皆さんも召し上がっていただければなっていうふうに思います。結構びっくりされるんですけど、僕休館日設けてます。はい、撮影日以外はあんまり飲まないようにしてます。だからあんまり晩酌とかもしないようにしてます。それなんでかっていうと、僕がなんか病気とかになったらね、絶対酒のせいにされるんでね。はい、なんか酒のせいにされるのってお酒にもかわいそうだなと思うんで、なんで皆さんもね、毎回料理しながら飲んでる方いらっしゃるかもしれないんですけど、僕は週に2回だけしか飲んでない。